こんにちは、自然を加工チャンネルのくにこです。今回は私の紫外線対策についてのお話をしたいと思います。虫の音が聞こえるようになり、秋の気配を感じるようになりましたが、まだまだ日中は暑いですね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。秋の気配とか四季の移ろいを感じるって、改めて考えてみるととっても素敵な感覚ですよね。昔とは気候が変わってきたとはいえ、日本に生まれてよかったなと思う瞬間です。そんな風に季節が巡り、若い頃は夏に真っ黒に日焼けしても冬にはやや肌色が落ち着き、また翌年に真っ黒に焼けるのを繰り返していました。けれど年を取るにつれて肌は確実に衰え、日焼けや虫刺されなどの傷の回復が悪くなってきたなと感じます。何か対策は必要だけど、肌に化学的なものをベタベタつけたくない気がします。環境にもよく、自分の肌にも良いものを調べたりして、今年の夏は次にご紹介するような対策をしていました。こんにちは、今日は私が紫外線をどんな風に対策をして野鳥を撮ったりスケッチをしたりしているかというのを紹介したいと思います。まずは顔に塗っている日焼け止めはこれを塗っています。これはとある YouTuber さんが紹介していたのを見て知ったんですけど、サーファーの方も使ったりしているようです。成分的にも少なくって、環境にも優しいっていうことでこれを使っています。なんか塗ると結構白くなるんですけど、このフェイスカバーで隠れるのでまあいいかと思って、今年の夏はずっとこれを使っていました。目からも日焼けをするって聞いたので、紫外線を感知して色がつくようなグラスをかけています。あとはこのアームカバーをしっかりして、で一番買ってよかったと思うのがやっぱりこのヤケーヌという商品ですね。このヤケーヌは耳にこういう風に引っ掛けて、後ろはマジックテープでくっつくようになっていて、で耳にかけると顔全体が隠れます。でここから水を飲んだり、ご飯を食べたりとかできるし、あとは蒸れる感じが全然ないですよね。そんな感じですね。はい、ここはちょっと日陰なので大丈夫なのですが、日向はまだまだ日差しが強いので、こんな感じで対策をしています。オールグッドの日焼け止めはこんな感じの缶に入っています。香りはココナッツなんでしょうか。ココナッツがちょっとよくわからないので何とも言えないのですが、少し甘い香りです。甘いけど嫌な感じはしません。塗り心地はオロナインみたいな感じかな。古い例えですいません、なんかもったりした感じで、よくある日焼け止めのようなサラサラとした感じではありません。オールグッドはマッサージ師でアウトドア愛好家であるキャロライン・デュエルさんがハーブを使用したマルチバームを手作りしたことがきっかけで誕生したそうです。海洋生態系に有害である成分を回避することで、河川や湖、そして海の生態系にとって最善の選択をすることを目的としています、というようなことが、ホームページに書いてあります。成分を見てみると 100% 天然成分で、配合されているのはたった6種類だけでした。さて、
何か脅迫観念のように日焼け止めを塗らねばと思っているような気がするのですが、それはやっぱりシミ、シワ、色素沈着、メラノーマ、皮膚がんを防ぎたいと思っているからだと思います。若い頃から対策をしないと将来シミだらけの顔になりますよと CM などで散々聞かされて、周りの女性もみんな紫外線対策をしていました。どうしてシミ、シワなどを防ぎたいのでしょうか。それは老けたくない、つまりいつまでも若々しく見られたいと思っているからです。でもそれはどうしてなんでしょう。ネイチャージャーナルを書いている癖でどんどん追求したくなります。そんな時とっても面白い記事を見つけました。男性も若く見られたいと思っていると思いますが、その記事では女性が若く見られたい理由が2つあって、1つ目が多くの男性がパートナーを選ぶときに20代前半の若い女性に魅力を感じます。それは妊娠力が高いことが理由で、人が子孫を残す戦略なのです。面白いことにチンパンジーのメスにとっては子育てがベテランのメスが人気だそうです。若さを好むのは人間特有の性質ということ。それは人間が若いうちに集中して子供を産むタイプで、チンパンジーは生涯にわたってゆっくり産み育てるタイプだからなのです。2つ目は、女性には同性に対してどう見せるかという心理が働きます。それは長い間大家族で暮らしていた人間は、ゴリラやチンパンジーにはない女性同士のネットワークを大切にしなければいけなかったからです。さらに仲間だけどちょっと差をつけたいという意識も働きます。この記事では例としてファッションのことが挙げられていました。今年のトレンドを外したくないというのは協調性で、そこへ自分の個性をプラスして差をつけたいという競争心も働きます。そして現代はアンチエイジングがトレンドなのだそうです。若く見られたいって思っちゃうのって、私は企業の化粧品を売るための戦略として CM などで洗脳されてたんだと思っていたので、人間の本能に基づいていると知り、何かストンと腑に落ちました。ああ、私は人間の本能に従ってもやもやしながらもこれまで頑張って日焼け止めをせっせと塗っていたんだなと、ちょっとねぎらってあげたい気持ちにもなりました。そしてなんとなく自分が若作りすることに抵抗を感じたり、若作りしている人をちょっとバカにしていたことにも気づきました。記事の最後に、メイクやファッションなどを装うことは外から見られる自分に意識を向けている状態で、一方スキンケアには別の作用があって、自分の肌に触れることで内面から自分を感じ、体への気づきを通じて心が安らぎリラックスできると書いてありました。それもなるほどなっていうふうに思いました。さて、いろいろ喋りましたが、まとめると、年をとって紫外線によるシミやシワが気になるけどネイチャージャーナルや野鳥観察に行きたい、そこで紫外線対策として今年は日焼け止めは環境にも自分の肌にも優しいものを選び、そして日を避けるグッズも利用していました。どうしてシミやシワを増やしたくないかというと、老けたくない、つまりいつまでも若く見られたいと思っているけれど、それは本能によるもので、そこまで脅迫観念にとらわれる必要はないということ、自分がリラックスできる程度にスキンケアをして心地よくしていこうというようなお話でした。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それではまた。